沢市は中華人民共和国三東省に位置する地球市。古省は総州。ボタンの里、諸賀の里、義曲の里、武術の里と称される。沢市は三東省の南西部に位置し、最年市、チャンス省、安記省、河南省と接する。院内には、宿域には、帰り見、はじむの三国が存在していた。大になると、主、 守る、僧により分割された。その後春秋時代には、僧、路、守るに、戦国時代では、そう、義により分割され、末期には、彩と義は派遣を争う部隊となっていた。新朝が成立すると、軍建制の施行に伴い地域北東部は、東軍、南西部は、軍の管轄とされ、その後、寛大から、義新南北朝時代までおおむね踏襲されている。 隋朝が成立すると582年に軍が廃止され、県は州直轄と改められた。地域は中部は総州、北部は牧州、北東部は州、南東部は大州,州、南部は総州の管轄とされた。607年の修正廃止に伴い、地域は東部が東なる軍、それ以外は西院軍が設置されている。 東大になると地域は、河南道に属し、総州、牧州、州、総州が設置されている。臨済州の海蘇臨済期限を排出し、臨済録などが知られている。明朝が成立すると、地域の大部分には、山東省泉府西市演州府管轄の総州、西寧州及び、東なる州が設置され、北西部の一部地域が、京市大名府管轄の改修及び、 三島省旋譜、政治刀省府管轄の牧州が設置されている。信代になると、不正氏氏は省に改められ、市域西部と東北部が直令省大名府と三島省遠州府の管轄になった以外、三島省総州府の管轄とされた。1724年、総州は直令州に、1735年には総州府に昇格し、 一州十県を管轄しようよそ現在の沢市の行政範囲とされた。なお、新末の1865年には、年軍と新軍の間の功労祭の戦いが行われている。中華民国が成立すると1913年、不正が廃止され、東明県が直令省大名堂を、条件及び、両山県が三島省済み制度とされた以外、 地域の大部分は山東省台南道の管轄とされた。1928年の同性廃止に伴い、東名県が河北省とされた以外は、地域は山東省の管轄とされている。1937年、中華民国臨時政府が成立すると地域はその実効支配下に置かれていた。日中戦争中は、欧長明政権下北政務委員会の 管轄地域とされたが、中国共産党による抗日運動拠点となり、中国共産党革命根拠地が設置された。1945年以降の国境内戦でも1948年9月には、共産党による地域全域の解放が行われ、広与変区行政委員会林が、古際、路西南、雲西線区が設置、 同年8月には、平原省が設置され沢千区、湖西千区が誕生している。1952年11月、中華人民共和国政府は、平原省を廃止、沢、湖西両千区は、山東省に管され、翌年7月には、湖西千区が廃止となり、管轄県は、沢千区及び、西年千区に移管されている。1958年11月12日、 沢千区は廃止となり最年千区に統合されたが、翌年6月に再設置された。1967年に沢地区と改勝。2000年12月には地球史への昇格が認められ沢市と改勝され、現在に至る。西勝区く7県を管轄している。平原省沢千区平原省古西千区三島省、沢千区三島省古西千区三島省,三島省沢地区。 沢氏、ありがとうございます。